皆様こんにちは、書道家の永山泰純です。今日も YouTube チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。今日はね、アジいいですね。オイルサーディンね、お酒のおつまみにこう一缶ごとね、火で炙ってちょっと食べるっていうね、もうお酒が進みますね。まあそんなわけで書いてみました。今日使う筆はイタチの毛、非常に万能です。どんな書体にも適しております。筆の、墨持ちもいいです。返り、それからしなやかさ、非常に使いやすい筆でございます。魚編と、この作りの部分ね、三っていう部分ね、この空間の譲り合いが今日は非常に大きなポイントになってきます。まあ一度隠してみましょうね。魚編なんか偏った書き方ですよね。どん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 左に展開しております。右の部分は壁を作っております。なぜかと言いますと、この作りにね、空間を譲るからでございます。逆にこの作りの部分三という字もどん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 右に展開してるんですけども、左の部分はなんかこう壁を作ってるような感じに見えます。魚辺にスペースを譲るからです。この字はですね、辺と作りのこの譲り合いが非常に大切です。それともう一つ大きなポイントは、最後のこの3本線、平行に書かない、どん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 こう空間が広がるように書いております。そうすることによって字がゆったりと大きく見えます。そういうところをポイントにして、今日も皆さん心で字を書いてください。